こんにちは。第73世竹野内の助、竹内睦弘です。今日は第29代天皇、欽明天皇から始めたいと思います。新しい夜明けみたいな名前で欽明天皇、いいですね。でもちょっと悪い字で言うと新しい夜明けですが、金の金って金がないって書きますよね。金欠って書いちゃいます。私も金欠です。でも本名はちゃんといい名前なんですよ。雨の国押し開く広庭の御事。これ簡単な字で書くと天国になっちゃうんですからね。天国を広く広い庭の御事、いいですね。僕も広い庭持ちたいです。芝刈り大変でしょうね。538仏教伝来の時は天皇です。まあ覚え方がちょっと昔の年代暗記だと、ゴミ屋が運ぶ仏教というふうに言うやつ。さらにその前はですね、我が国は後期で天皇起源で語ってますから、天皇起源で語ったんで、まあもっと前の古い、字で1212と運んだっていうんで、後期だと1212なんですけど、まあそういうふうに言われてます。決めてるのは、弟は第30代天皇、美達天皇、第31代陽明天皇、これ聖徳太子の お父さんですね。息子は聖徳太子ですか。さらに第33代天皇、推古天皇、女帝です。我が国初の女帝です。さらにその弟にも、穴掘る巫女がいます。ちなみにこの穴掘る巫女は、お姉さんの推古天皇をゲットしようとした、ちょっとやっちゃおうとしてしまったという問題のある王子。美人だったんでしょうね、推古天皇、多分。で、さらに弟に崇神天皇がいます。これは津軽馬子によって、実用大和の綾の値駒によって殺されます。実はこの大和の綾の値駒の子孫が坂上の田村マンなんですよ。実はあんまり知られてないんですけどね。この崇神天皇の息子っていうのが農場大使って言われてます。八子の巫女、八が刺すの八子の巫女と言われてますが、この農場大使、これ修験道のトップなんです。修験道のトップだったんで、修験道のトップである農場大使、そして仏教の事実上トップである聖徳太子、この2人の争いです。つまり第31代天皇陽明天皇の息子聖徳太子と、第32代天皇崇神天皇の息子農場大使は仏教対修験道で戦っていたんです。この時の近江は、蘇我の稲目、そして大村寺は物の目越しです。どうでしょうか。大蔵大臣と国防長官が対抗してたんです。それが第29代欽明天皇です。この時に538年仏教が伝来しました。以上。鏡の中を見つめ直して。